中国農業大学は北京市会を特に所在する中華人民共和国の副部級大学である。1905年に創立された大学の略称は農大211皇帝総一流の製員校として国家重点大学である。中国農業大学は農学、生命科学及び農業工学専門に扱う研究型大学で中国における 近代農業の高等教育機関発祥の地でもある。中国農業大学は、教育部直属で国家211公邸と985公邸で設置された全国重点大学であり、教育部、農業部、及び北京市が共同で設立した。中国農業大学講師、京府中国農業大学の歴史は1905年創立の、 京市大学堂農岡大学を源とし、中国近代農業高等教育発祥地である。中国農業大学高科誌、石順位、極、超異現在中国農業大学図書館は、東館と西館で構成されており、現在は双方の相互利用が可能となっている。蔵書量は170万余冊、電子文献は147万余冊である。 計画では、投稿者家族寮に新図書館を建設するとあるが、計画は未だ実施されていない。体育館は、投稿者内にあり、2008年北京五輪のレスリング、競技会場、パラリンピックのシッティングバレーボール競技会場として、使用された。体育館は2005年9月15日寄港、2007年8月18日、館内には6000席の座席と、 臨時席が2500席ある。現在70以上の学生サークルがあり、政治、経済、文化、鍵、理論、実践、ボランティア等多岐にわたり、所属者は5000人を超える。学生芸術団体では、合唱団、吹奏楽団、舞踏隊、エアロビクス隊、タワムレ劇者などが含まれる。学生と団体は、海抜8201メートルの、 超有名の登場に成功。ラグビー部は、北京当局で12を争う競合で、全国大会で14年連続で優勝をしており、北京当局代表として、国際大会にも参加している。また、ジャパンラグビートップリーグに所属する選手もいる。中国農業大学概要アーカイブド2011年7月7日、アットザウェイバックマシン、農業部、教育部両導来学校、座談。 985皇帝に危険説及び、友達ごとよ。アーカイブド2005年4月26日、アットザウェーバックマシン、中国農業大学振興課、金色的希望アーカイブド2005年11月22日、アットザウェーバックマシン、中国農業大学体育館正式観光、アーカイブド2009年3月31日、アットザウェーバックマシン。ありがとうございます。